皆さんこんにちは、今朝の3時なんですが、無事子牛生まれました。この子のお母さんはこの前まで放牧していて、今回が初めての出産なのでちょっと心配していましたが、無事お産成功しました。やっと飲み始めました。このお母さんは初めての出産なので、なかなかこう舐める行動、リッキングといいますか、その行動を取らなくてちょっと心配していました。やっと子牛を舐めてくれました。このリッキングという行動は、子牛が生まれてすぐは羊水で体が濡れているんですが、それを早く乾かして体力の消耗を抑えたり、あと舐めることによって血液の循環が良くなって早く立ったりすることができるようになるそうです。まだ初めてのお産なので、初乳を飲ませてあげられるか心配なので、この初乳製剤でこうやってお湯で溶かしてミルク作ってきました。これをこれから子牛に飲ませたいと思います。この初乳製剤には免疫グロブリンという成分が入っていて、その免疫グロブリンが子牛の体に取り込まれて免疫を獲得できるという仕組みです。母牛の初乳にはその免疫グロブリンが入っているんですが、牛によってそのあんまり入っていない牛もいるそうなので、こうやって初乳製剤使って確実にその免疫を獲得できるように飲ませています。今回は特に初産ということもあって心配なので今回飲ませています。よし、はい、全部飲み終わりました。元気よく初乳製剤飲んでくれたので、あとはお母さん牛の
母乳、初乳を飲んでくれれば大丈夫でしょう。出産から2日経ってこのようにお母さん牛も子牛の方ももう慣れて普通にしています。今ちょうど乳を飲み始めました。ちょっと乳飲み始めたタイミングですね。体重測りたいと思います。大丈夫かな。103kg。で、73。どうだ。30kg。はい。子牛の体重はちょうど30kg でした。まあ、標準っていうところでしょうか。そして、この子牛はオスです。で、今回30kg でした。初産なのでもうちょっと小さいかと思ったんですけども、ちょうどいい大きさかなと思います。最近夜寒くなってきたので今回これ買ってきてみました。牛用の服です。 AG ジャケットネオプレーン加わってます。サイズちょっと分かんなかったので S と M 買ってきてみました。これから着せてみたいと思います。M はちょっと大きめな感じが似た感じします。こっちもあるかな。結構違う。ほら、S と M ではこれぐらい大きさが違います。 M だと大きいな。ちょっと当てがってみます。 S だとこんな感じでちょうどいい感じです。生まれたばかりで30キロぐらいの馬毛なら S のこのジャケットがちょうどいいサイズです。M だと結構大きめな感じで、もう少し大きくなってから M は使いたいと思います。ジャケット着せました。こんな感じで S でちょうどいいサイズでした。ちなみに値段は4000円ぐらいしました。私の着ているこの服より高いです。結構生地しっかりしててあったかそうです。このお母さんはこの間まで放牧していた牛で、この間の動画にも出ていたんですが、出荷した元三つ百合から採卵して生まれたお母さん牛です。この間の動画に出ていたのはマキちゃん、マキちゃん出ていたんですが、そのマキちゃんのお姉さん牛として紹介した牛が今回出産して初めての出産しました。今回生まれた牛はオスなので、これからあと9ヶ月ぐらいしたら子牛市場に出荷することになります。それまで可愛がって元気に育ってくれればいいと思います。
それでは、子牛のお産からジャケット着せるまででした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。